はい、どうも、こんにちは。今回のまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、また時間空けちゃったからな。まあ、これがあるように、とりあえず、この、名前なんだっけ、お前。ハリーか。ハリーが警察辞めて、まあ、それと、くしくも同時期に、その、ジャック・ザ・リッパーと似たような殺人が、なんていうの？起こっていると、連続殺人犯がさ、いるってことが、世間を騒がせて うまくまとめれねえけど、で、それでなんか、ジャックじゃないわ。ハリーがもしかしたらその犯人なんじゃないかっていう予想で終わった。前回は。多分。で、その後、このハリーと、アーサーパパが、エンカウントしたってとこで終わったのかな？やっていこうか。サルーフ福音教団は比較的最近にできた新興宗教だが、要する信者の数は多かった。医療用麻薬を悪用した商い、そして証拠隠滅までを視野に入れた死体売買、どれもが悪辣な金稼ぎの手段だ。まあ悪いよな。奴らの掲げる救いなど幻で、信者には地獄の苦しみが待っている。その標的は一般市民や、より苦しい生活を続ける貧民だ。お前はそういった弱者を虐げる存在が許せなかった。そうだろう。それは合ってる。ただね、これね、ハリーがさ、結論としてさ、あれ？俺が殺した方が早いんじゃね？みたいな。なってる可能性あるからな。これ弱者を虐げる存在を、俺の手で仕留めればいいみたいな結論になってるかもしんないからね。ジェームズ・ラスボーンの関わった傷害事件もだ。貧困層の市民たちを裏で操る存在、市民に紛れ込んだ犯罪組織の数は恐ろしく多い。ハリーはしばらくの間黙っていたが、やがて諦めたように肩をすくめた。許せなかったのはそれだけじゃない。教団のトップアドラメリクは秘密裏に消された。供述もなく証拠もほとんど残さずだ。まあ、ぶっちゃけその瞬間見てんだけどな、俺らは。アーサーは、まあ、見てはいるんだよな。まあ、証拠はわかんないけど。議員が関わった事件だから証拠品も押収。確かに。これ以上の関与は許されない。さらにグリーンメイスについても捜査中止だと。やっぱ警察にちょっと恨みがあるんだな。気に入らねえな。何か大きな組織の思惑が動いてる。だが警察上層部から命令が下った。一回の刑事が手を出せる範囲じゃなくなったんだ。だから俺たちには関わらせないようにした。そうだろ。いや、まだハリーじゃないかもな。ちょっと深読みしすぎてハリー犯人みたいにしてるけど、ハリーが殺人鬼じゃない可能性も全然あるな。あんたは独自に調査を進めていたはずだ。だから今こうしてここにたどり着くことができた。さすがだよ、警部。いや、でもやっぱ怪しいもんな。この時間にだって一人で歩いてんだから、それは怪しいよ。刃物を用いた連続殺人事件の捜査には手こずらされた。あ、次々と起こる殺人事件の対象、はい。場所もバラバラ、目的も不明だ。アーサーパパ危なくない？世間や死刑の見立てでは、無差別連続殺人事件でも、俺には犯人の辿っている意図が見えた。組織の末端から上流へ、その繰り返しのパターンがな。パパやるね。名前なんだっけ、お前。ごめん。なんだっけ、もうしばらくやってねえから。便利でしょ、これ。なかなか、あ、エドガーだ。思い出した。どうやって末端のものを見つけていたのかはわからない。だがそこからは明白だ。被害者が名前を明かした人物を順にたどっていたんだろう。いや、でもこの辿っていたんだろう疑問形って時点でもうハリー犯人だと思ってるよな。お前が欲しかったのは確証だ。目星をつけていた人物の関与を確かめるために、複数の者から証言を集め、外堀を埋めていたんだ。確かに影も形もわからねえ秘密組織を追ってんだ。その関係者も隠れてるに違いねえ。トップの名前を吐かせても嘘か本当かもわからねえ。となると組織の中枢にいる幹部の連中が揃って名前を吐くくらいでないと信憑性に欠ける。全く筋違いのやつを殺すわけにはいかねえでも、からこな。れこそ本当にジャックのあれと考え方と一緒なんじゃないの？まんだま一緒がじゃない、そ多れはいいとして、この場所に来た説明になってないんじゃないか。
全然動じてねえな、お前。ハリー、犯人に見ら、犯人として見られてんだぞ、お前は。犯人の標的がグリーン・メイソンの資料ならば、いずれこの先にいる人物を標的にすると踏んでいた。おお。上流階級が好んで使う馬車の御車、リオ・ピットマン。分かってるじゃねえか。秘密結社のメンバーといえど、会合の場所に徒歩では移動しない。かといって、自前の馬車では簡単に足がつく。その時だけ使う馬車があり、御車がいるはずだ。その御車は、望もうが望むまいが、複数の幹部の顔を知りうる立場にある。確かに。もちろん、グリーン・メイソンの構成員が多ければ、御車も一人ではないだろうが、そう多くもできん。そこからは足を使ったとだけ言っておこう。へえ。地道な捜査の結果とは頭が下がる。おいおいおい。それに何の意味がある？歯向かうね。そこまで分かっていても奴らを逮捕できるのはいつだ？あ、グリーンメイスね。1年後か3年後か、それに引き換え俺のやり方ならあたったの数日でチェックメイトだ。言っちゃったな、お前。奴らのトップの頭を切り落として瓦解させられるぜ。あー、ついにハリーが連続殺人犯になってたんだな。気持ちは分からんでもないが、それを許すわけにはいかん。エドガーもあれだね、全然やっぱこう感情に流されてないっていうか、すごい冷静になんか語り合ってるよね。ケイブ、あんたが俺をどうやって止める？逮捕するっていうのか？なん、どうすんだろう。証拠は何もないだろう。うん。俺が今の話を他の連中にすると思ってるなら大間違いだ。証拠がないことこそ証拠になることもある。警官があふれる街を人目を引かずに歩けるのは、警官の制服を着ていたからだ。これがあるからね、やっぱちゃんと辞めるときはそういうなんていう制服とかはね、返してもらわないとダメだよな。あれだけ凄惨な殺害現場に一切証拠を残さないのは、殺しの技術があるからではない、捜査の技術があるから。いや、こんなまんまジャック・ザ・リッパーじゃん。ジャック・ザ・リッパーこれじゃねえの？もうハリーと一緒じゃない？多分やってることね、捜査の技術があるんだっていう、まあ、これもまあアーサーがさ予想してたけどさ、まあ、多分そのジャックももともと警察だったかもしんないな。ハリーは諦めたようにため息をついた。他の連中はごまかせてもあんたは無理か。お、いずれどこかでこうなるような気はしていたよ。ある種でも師弟関係みたいなとこあったのかな。こうなってしまった理由をずっと自問していた。うん。だが迷いは断ち切ってきた。ハリー、お前を逮捕する。ここで逮捕されるわけにはいかねえな。ごめん、俺の低クオリティなモノマネ見せてるけど、お前を始末してやるぜ。あ、笑ってるもんね。再び訪れた静寂を雨音だけが埋める。ふとハリーが笑った。部下たちはどうした？優等生のシャーロットは一人で捕まえられると思ってるのか？それは狂気を感じさせる乾いた笑い声だった。自分で撒いた種だ。俺の手で刈り取るのは当然だろう。見くびってもらっちゃ困るぜ。かっこつけるな。ごめん。誰も呼ぶわけにはいかなかったんだろう。うん。物証もなしに死刑を動かすわけにはいかない。これがあんたの限界なんだ。うん、あ、来たね。新しいなんか映画出てきたね。この顔はしたことなかったもんな。だが殺人鬼と化した自分には限界はない。ハリーの瞳はそう明確に続けていた。ナイフを引き抜き、殺意をエドガーに向ける。犯人が俺だと確信しているのに単独で動くしかなかった。仲間も応援もいない、そこが致命的だ。あ、やばいぞ。エドガーあ、でもなんか持ってるな。ハリーは逆手に構えたナイフを突き出した。逆手。その狙いは頸動脈。残念ながら致命的という意見には賛成できない。やるね、さすがパパ、長年やってるから。あ、見よう見よう見よう、てか見よう見よう、絵を見よう。いいね。ただこれをサムネにしちゃうとな。ネタバレ甚だしいんだよな。まあいいや。右腕をかざしエドガーが首への一撃を遮る。ナイフの刃を押しとどめたのはエドガーの肘から下を守る警棒だった。はっ。一度は弾かれたが、ハリーは攻撃の手を休めない。突き出されたナイフと警棒が噛み合い、硬質な音を響かせた。あれ、ちょっと下がったかな。あれ、これだっけ。わかんない。距離下がってない、なんか。あんたは正しい。気のせいかな。人としても、警官としてもな。うん。そ
それなのにグリーンメイソンの連中は野放しだ。なぜだ。どこかが間違ってるってことだろう。あ、大屋制度は人の作ったものだ。完璧ではない。だが全てが誤りということではないはずだ。けどな、その誤りの部分が弱者を踏みにじり苦しめ、権力者を脳々と生きながらえさせてる。ただあれだよね、ここであんまり騒いじゃうと人来ちゃうからな、気をつけろよ。グリーンメイソンのような悪党連中を相手にするなら、うん、俺も同じ土俵に登らなきゃならない。なるほどね。いや、奴らと同じじゃダメだ。わあ、奴らの上を行く悪党にならなきゃいけない。でもその発想はちょっと良くないと思うけどな。エドガーはナイフを力任せに跳ねのける。しかしハリーはひるむことなくすぐさま前を詰め、エドガーに切りかかる。エドガー強いな。刃物を相手にしてもエドガーは動じなかった。突き出される攻撃を警棒で的確に弾いていく。確かに一度ならず考えたことがある。だが毒を持って毒を制してはならない。エドガー強いな。許せない相手でも、心の底から憎い相手でも、与えられた役割を果たす。それが警官としてのあり方だ。でもこのモットーもさ、結局多分エドガーの奥さんアーサーのママがさ死んだ時もうこういう考え方でやってきたんだろうな。心意気で犯罪をなくせるか、建前だけの虚しい言葉だ。それでもあんたにだけはそういう資格がある。愛する人が、奥さんが殺されても、あんたは模範的な警官として行動したんだからな。そうだね。買いかぶるなハリー。俺が常に厳格さを貫けているとしたら、お前にここまでの犯行は許さなかった。ほほほ、俺が罪を犯した。真面目だね。全然否定しないじゃん。もし犯人がお前でなかったら、俺の行動はもっと早かった。そうだな警部、あんただって完璧じゃない。だが誰が相手だろうと自分の信じる道を貫く、そんなバカな奴を俺たちは知ってるぜ。はいはいはい、エドガーが強すぎる。そうだ、悪を許さない、人を助けたい、その思いは変わらないはずだ。エドガーの防御力が高すぎるわ。警官としては動けずとも、個人としては調べを進めていた。しかるべき証拠を揃えられたなら、しかるべき時が来たならば、誰が相手でも手心は加えん。おハリー、俺を信じろ、光るべき時は必ず来る。もう待てねえんだよって言って、もう引けないんじゃない。でもここまでやっぱ連続殺人してきたわけだからさ。グリーンメイソンの悪事が白日のもとにさらされ、奴らに裁きを受けさせる日が必ず来る。だとしてもそれはいつかだ。それじゃあ目の前の人は救えない。お、もう目をつぶることはできない。めちゃくちゃ跳ね返されるじゃん。目を背けることはできねえ。法を無視して安易な道を選ぶな。誰の中にも光と闇がある、だからこそ己を律しなければならない。めちゃくちゃ真面目だなエドガー、すげえわ。確かに光と闇はある、だからこそ俺とあんたの道は平行線なんだ。今やっていることが俺には光なんだからな。まあそうだよな、客観的に言えばさ、殺人って闇だけどさ、殺人してる側からしたら光かもしんないもんな。はっ、ハリーはエドガーの首筋を狙って切りつけようとする。エドガーはそれを防ごうと警棒を構えるが、ハリーは右拳を途中で止め、ナイフを手放し空中で左手に持ち直した。やばい、狙いとタイミングを外されたエドガーの動きがわずかに遅れる。まずいぞエドガー。立て続けに弧を描くように動いたナイフの刃がエドガーの右肩と左さずいを切り裂いた。あんたもこうなるとどこかで分かっていたはずだ、ジャック・ザ・リッパーを俺たちの手で逮捕した時から。俺たちなんだ。俺たちの道はあの時に分かれていたんだ、やはり誤りだったよ。悪にしか裁けない悪もある。ジャックに成り代わって俺が悪を裁く。おお、めっちゃ切られてる。めっちゃエドガー、ハリーナイフはさらにエドガーの手首と肘を切り裂く。それでもエドガーは体勢を立て直し警棒でナイフを受け止めた。結果はあの時と同じだハリー。お、殴った。
江戸川は力の方向を変えてナイフをいなすと肩から体当たりして針を突き飛ばした。舞い越されたが針は倒れはしなかった。互いに武器を構え直す。降りしきる雨を江戸川は恨めしく思った。視界は遮られ、濡れた服も足元の水たまりも容赦なく江戸川の体力を奪っていく。条件はハリーも同じだが、彼の方が江戸川よりも年若い。体力勝負では分が悪い。江戸川の眉間にシワが刻まれる。いつも刻んでるだろういつも刻んでるわお前。それでも江戸川は諦めてはいない。ハリーがナイフにこだわっている限り自分に勝機があると信じて疑わなかった。お前はジャック・ザ・リッパーと同じ運命をたどることになる。処刑場になるよな。全てが昔のままならな、うん、だが時は残酷だ。俺は腕を上げたが、あんたは衰えた。ってことはエドガーが捕まえたのかな、当時ジャックを。ハリーは真正面から心臓を貫きにかかる。対するエドガーは警棒を前方へと回転させ、ハリーの胸部をうがちにかかる。はっ、どっちが勝つ。ナイフと警棒が二人の間で交錯し、どっちが勝つってもハリーは気絶しかしないだろうけどな。はっ、胸部をうが垂れたのはハリーだった。力なく崩れ落ち、彼は地面に両膝をついた。握られたナイフは今にもこぼれ落ちそうになってる。ハリーの突き出したナイフをリーチで勝るエドガーの警棒が制したんだ。あー、そこ気づかなかったか。腕長かったか、エドガーは。あれ、でも刃物にこだわったのが敗因だ。うん、獲物が警棒ならお前が勝っていただろう。あー、やっぱ慣れてないからな。お前たち何をしてるんだ。あ、前触れもなく背後に現れた人影に江戸川は気を取られた。長生きの棒で武装した男性二人が細い路地から姿を現したんだ。まずいぞグリーンメイソンだ。おとなしくしろ、自警団だ。おい、人を呼んでこい。あ、自警団ってことはあれか、なんだっけ、あれあれだよあれ、マヒア。わかった。声若っ。俺たちが争ってるものと聞きつけてきたのか。悪いな、ケ。え？そんなことある。エドガン同様見逃すハリーではなかった。ナイフを握り直し立ち上がるために下から上と斜めに切り上げた。エドガンはとっさに飛ぶようにして身をかわした。しかし疲労に蓄積した体は鉛が詰まっているかのように重く、ナイフの刃が胸板をなぞるようにかすめた。このおっ、自警団を名乗った男の一人が駆け寄り、手にした棒で打ちかかる。素人が、やっぱエドガーじゃないと無理だよ。しかし棒で武装しただけの素人の相手などハリーにとっては、なんだこれ何これ、コギに等しかった。男の棒は逆に振り払われ蹴り飛ばされる。エドガーは男をかばうために前に出たが、ハリーは踏み込みエドガーの右手を蹴りつけていた。握りが甘くなっていた警棒はエドガーの手を離れ、激しく回りながら宙を舞っていった。エドガーが頼れるのはもはや己の肉体だけだ。ナイフを持ったハリーに対して素手のエドガー、状況は不利ではあったが、エドガーには勝算があった。彼はひるむことなく身構え拳を固める。強すぎるわまあ武術はやってるだろうからな。ナイフの向き、視線、踏み込みの角度や強さ、そしてハリー本人の性格、そう相対したハリーの次なる動きを予測して備える。まだやる気か、警部。そろそろ諦めろ。傷に触るぜ。諦めるのはお前の方だ。うん。じきに人が来る。顔も見られている。逃げ場はないぞ。エドガー正義だな、本当に。そうかよ。なら、これでどうだ。読めるか。あ、来た。ハリーが次に取った行動はエドガーにとって完全に予想外のものだった。彼を回り込むように動き、背後の男を狙ったのだ。いやもう絶対エドガーかばって刺されるやん。絶対エドガーかばって刺されるってありがちなやつ。エドガーがかばって刺されるよ多分。ハリーが突き出したナイフの切っ先が男へと迫る。ハリー、ほらーもう言ったじゃん。エドガーが駆け出し、男と刃物の間に体を滑り込ませた。ああ、腹部に鋭い熱を感じながらもエドガーはナイフを握っているハリーの手を払いにかかる。出血を抑えるためにナイフを抜かれてはならない。あ、だがハリーの動きの方が早かった。素早く抜かれたナイフから鮮血があふれる。ハリ
腹の傷口を江戸川が押さえる。トレンチコートに血のシミが広がっていく。己が狙われた恐怖からか、男はかかとを返し逃走する。遠ざかるその背に目線を巡らすことはなく、ハリーは江戸川を凝視していた。そうか、これがお前の正義か。視線を江戸川から血に濡れたナイフへ向けて、ハリーが喉を震わせながらつぶやく。明らかに彼は動揺していた。しかしそれも一瞬のことだった。本当に残念だ、警部。自分でも気づかなかったが、期待してたらしい、うん、あんたならこうなることにも備えてるもんだと。焼きが回ったようだな。年には勝てん。江戸川、力尽きたように江戸川が地面に両膝をついた。血を拭ったナイフを収めて、ハリーは江戸川を見下す。ハリーの顔は殺人鬼の顔でも、勝者のそれでもなかった。ロンドンの街には大きな損失だ。うん。でもグリーンメイソンの壊滅と引き換えなんだ。決して高すぎる対価じゃない。わあ、ハリー、あの男を刺す気はなかったんだ。江戸川が笑ってる。笑ってるやん。ハリーの目をまっすぐに見つめ、江戸川が問う。その視線から逃れるように目をそらし、ハリーは顔を背けた。どっちにしても、あんたはかばうしかない。言っただろう。そこがあんたの限界だ。そうだよね。やっぱ見せることが大事な時もあるんだよな。まあ苦しいけどね。正義感だけじゃどうにもならねえ。うん。正しさだけじゃ不十分なんだ。連中をぶっ潰すにはな。江戸川、死ぬんかお前。ギリギリ救われそうな気もするけど。待つんだ、ハリー。江戸川は力を振り絞り、何とか立ち上がった。ふらつきながら立ち去ろうと背を向けて歩き出したハリーに手を伸ばす。ハリーの肩へと伸ばした江戸川の手が空をかく。歩みを進めながら、ハリーが振り返らずに言葉を返す。お別れだ、警部。はっ。降りしきる雨の中、ハリーの背中が遠ざかる。雨粒で遮られていた街の景色がより一層歪んでいく。闇に覆われる江戸川の視界に水たまりが飛び込んできた。ああ、江戸が、誰が警部なるの？証拠の鑑定、通報内容の確認、地域の警戒、役割は違いと死刑の警官たちは自分たちの職務に追われていた。彼らの目指すところは事件の捜査とその解決だ。シャーロットはまた忠実に職務を遂行する。雨の中、ずぶ濡れになっての警らも、彼女は文句一つ言わずこなしていた。これは？あ、そっか、江戸がまだ、江戸川のことが通報されてないんだな、多分これ。シャーロットが担当地区の見回りから戻ると、デスクの上に 見覚えのない署名を見つけた。私宛ての手紙？シャーロット。それは自らに宛てた署名の書かれた手紙だった。中を開くと見慣れた筆跡が目に飛び込んでくる。やっぱそうじゃない、やっぱ江戸川は死なせないんじゃないの。正直多分あのまま多分病院に送られてさ、ギリギリ命助かるんじゃないの。シャーロット、ああ違う、これ江戸川か。シャーロット、2時間経って俺が戻らない場合はデスクの鍵を開けろ。鍵は椅子の下にある。江戸川、江戸川のあれか、託したんだ。江戸川警部、だからそうなんだ、多分ハリーが殺人鬼としてもう分かってて身をくくってって腹をくくっていったんだな。敬愛する上司からのしかし要領を得ない指示だった。手紙の末尾には書き記したであろう時刻も書かれている。シャーロットは署内の時計を見やる。すでに手紙の時刻からは2時間以上が経過していた。すみません、警部を見ませんでしたか。探せ探せ。シャーロットはまず同僚に江戸川の行方について聞いて回った。だが彼の行く先を把握している者はいなかった。警部のデスクか。あ、これ警部死ぬんじゃないってか。江戸川もう間に合わなくない。江戸川のデスクの上は今日も整理整頓されていた。書類仕事用のペン立てや読書用の本、居所の手がかりになりそうなものはなかった、なさそうだった。ひとまず指示に従うことにしたシャーロットは、手紙に書かれていたデスクの鍵とは何のことだろうかとデスクの周辺を観察する。ふとシャーロットは以前に捜査の進捗を報告に来た時のことを思い出す。そういえば警部はあの時も資料をデスクの一番上の引き出しにしまっていた、うん、デスクの一番上って。あ、でも鍵かかってんだっけ。江戸川が資料をしまっていたとおぼしき引き出しには鍵がかかっていた。手紙にあった鍵とはこの引き出しを開けろということのようだ。鍵を開けろか。
椅子の下に貼り付けてあるの。シャーロット・エドガーのデスクのそばに置かれていた椅子を椅子の下を覗き込む。椅子の底面には小さな箱が取り付けてあり、取り付けられており、小箱の中には銀色の鍵が収まっていた。椅子に細工して鍵を隠してある。何言う、そのハリーが殺人鬼っていうこと書いてんのかな、それともグリーンメイスのことが分かんないよな。シャーロットは小箱から鍵を取り出し、付けの一番上の引き出しの鍵穴に差し込んだ。鍵を回すと錠が開く音がした。引き出しの中身は資料や紙面のようだった。いつも仕事で目にしている報告書、走り書きのような紙切れ、シャーロットが見たことないような現場写真もある。警部という立場なら扱う事件は一つではない。エドガーはいつも複数の事件を並行して調べているようだった。これは？は？資料を流し読みしていたシャーロットは、見覚えのある単語が書かれているある紙束に注目していた。これは前に話していたアドラメリク議員の手帳の写しだ。うん、それは以前エドガーが話していたアドラメリクが 手帳に書き残した暗号の写しだった。でもここが終わるまでちょっとな、やりたいな。切り悪いもんな、もう終わりそうっちゃ終わりそうだもんな。それにこっちは私たちが摘発に踏み込んだ施設の情報、うん、その検挙者から挙げられた関係者の氏名、あれかな、グリーンメイスのことを単独で調べてたってことをシャーロットに教えたのかな。単純にこれまでの捜査情報をまとめただけではないようだ。シャーロットが見たことない氏名も羅列されている。どうやらこれらはエドガーが独自にまとめたグリーンメイスの関係者とおぼしき人物の氏名のようだ。シャーロットはそう推測した。シャーロットは改めて氏名を確認していく。するとそこに示された名のいくつかには見覚えがあることに気がついた。しかしグリーンメイスに関する捜査で見た氏名ではない。それよりあと、つい最近になって見た氏名、それは、あ、これ最近の殺人事件の被害者だ。あ、だからそうなんだな、エドガーしか気づかなかったんだな。その書面に記された氏名のうちの一部は最近発生している連続殺人事件の被害者と合致していた。ということは、ん、最近殺された人物はグリーンメイスンの関係者。シャーロットも行くか、結論。そうでなくとも犯罪組織の一員ということ。最近ハリーさんは辞めた、まさか。別の紙面には検挙した人物が証言したとおぼしき関係者の名が並んでいる。その中に二重丸で囲まれた人物名があった。リオ・ピットマン、上流階級御用達の御者、うん、警部はこの男を見張っているのかも。さっき言ってたね。でもどうして警部はこの情報を伏せていたんでしょう。何か理由があるはず。いやー、でもシャーロットは地頭が悪いからな、頭カチカチだから多分気づかねえだろう。警部の帰りを待って、いえ遅くなる、うん、この男を張り込みに行ったのかも。でも一人でどうして。はっ、考え込んだところで答えは出そうにもなかった。迷ったもののシャーロットは部屋を出て大声を上げて死刑のみんなを集めた。終わんねえかな。聞いてください、先日のお話です。私たちはエドガー警部の指示でグリーンメイスンと呼ばれる組織を捜査していました。じゃあごめん、ちょっと一旦切るわ時間だし。じゃあ一旦切るわ。じゃああざした。